はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、診断でね強化されたホルスというギミックを今日はね、持ってきたんですけども、ホルスってね結構拡張性能が高くて、単体で使っても強いんですけど、いろんなテーマと組み合わせても強いという非常にね優秀なテーマになっていまして、今日はですね一番相性がいいと思っているナチュルと組み合わせてきました。ナチュルはね何が相性がいいかっていうと、まずですねホルスってのは解説の方見ていただければ分かるんですけども、その手札を捨てて効果を発動する王の棺であるとかイムセティとかっていうモンスターがいるんですけど、手札コストにして強いカードと相性がいいんですね。で手札コストにして強いカードナチュルってねこのね新聖樹っていうトラップカードがあって、これが墓地へ送られるとデッキからナチュルカードを持ってこれるよっていう効果、これ大事ないんですけど、これね何回も使い回せるんで、これ例えばイムセティでドローして王の棺でなんか捨てるとか、イムセティそもそも自身で捨てるとかもできるから、これめっちゃ相性良くて、まずそもそもここを捨てるというギミックがクソ強いのと、あとこれで持ってくるカメリアがレベル4チューナーになってまして、ホルス側が非チューナーのレベル8なんですよね。8と4くっつくと12ができるんですけど、シンクロ召喚のレベル12シンクロ召喚をめっちゃ連打できるんですよ。これがめっちゃ強くて、要は赤き竜が出るんですねめっちゃ簡単に赤き竜とか、マスラオとかファイナルシグマとかコズミックブレイザーみたいなモンスター、これを出していきます。はい、終着点はこれなんだけどね結構ね回し方はシンプルだし非常に強いので、なんかねおすすめできるデッキなんじゃないかな。難しい展開ルートとかあんまないから、はい、ちょっと早速ですねぶん回していきたいなというふうに思います。はい、分からしていきましょう。遊戯王マスターデュエルがどういうゲームかってことな、デュエルスタンバイ。さあ大好きなナチュル使っていきますよ。大好きなナチュルをね、ホルスのギミックでやっぱ一番相性がいいんじゃないかなと思っているのが今回のこの、ナチュルホルスと言われているデッキなんですけども、なんか回し方簡単なんですよね裏だけどうしようかなって感じなんだけど、でもモルクリケットから行った方が基本的にはいいかな。ちょっと裏があるかどうか問題なんですけど、相手が持ってるかどうかなんですけど、さすがにちょっとモルクリケットから行ってチェックしますか。はい、モルクリケット発動は何もない、ナチュルカメリアを特殊召喚。はい、でカメリアちゃんの効果特殊召喚成功した場合、ナチュルカードを墓地に送ることができるので、これちなみにね、新聖樹っていうカードが墓地を送られるとナチュルカードをサーチできるっていう効果あるんですけど、これなんか単一がないですよ。はいそういうことです。で、ちなみにイムセティのコスト6ってもめちゃくちゃ強いので、それがいいところですかね。はい、でワンドロー、ハーピーも来た。結構強いねこれ反動で、王の棺発動して棺の効果でハーピーを墓地送りながら、あと残りの、ケベンセヌフ送っていく。で自分の墓地からモンスターをわらわら沸かせると、あとは、まずケベンセヌフを出して、でレベル8の非チューナーとチューナーでシンクロ召喚。まずは一旦赤き竜を爆誕させていく。あ、そういうデッキじゃない。あ、そうでどれがいいかな。イムセティか、盤面に残しておきたいモンスターを後から特殊化するようにしてください、基本的には。でナチュルの春風とかいうカード、最強カードをこれ、発動しまして、これさ簡単に言うとナチュルって分回ると3対レベル4のチューナーモンスター用意できるんですよね。それがねめっちゃ強いんですよね。はい、でここ12シンクロ正直マジで何でもいいんだけど、このなんかファイナルシグマとかでもいいんだけど、ちょっとねセンチュリオン来るとレガーティアってモンスターがワンドローついててめっちゃ強いんで、それになるかなと思うんですけど、とりあえずこれでコスミックブレイザー出して、一応なんか相手の何らかの、カードの効果を無効にできるよと。でシンクロランブルの効果発動して、自分の墓地からまたチューナーモンスターを特殊召喚し、で、自分の墓地からもう1回、ホルスを特殊召喚していくとこれ簡単に12シンクロしすぎじゃね。これ優勢見たらびっくりするぞこれ。おい龍お前そんな簡単にシンクロ12していいと思ってんのかって言われそうじゃない。いかれてるだろ、どういうことやねんこれ。セットでこれでエンドですね。はい、赤木龍がいるということはどういうことか分かるかなというふうに思うんですが、とりあえずエンドフェーズ入りまして、はい。で、これはね、赤き竜いきなり打ちましょう。もう無限包囲を打たれてもコズミックブリザーいるんで。で、レベル12のシンクロモンスターを対象にとって、で、12シンクロの変身をしますよと。なんで生きてるんですかと。これなんで生きてんだよ。なんでこいつ生きてんのかだけちょっと教えてもらっていいか、コナミ。あ、どうぞ、イムセティ。イムセティとかマジでどうでもいいです。これなんでかっていうと、カラミティが存在している状態だと、もうイムセティのドローとかもう結構どうでもよくて、王の棺が発動できないんですよ。フィールドで発動する効果一切弾いないんで、カラミティ君が爆弾するとね、王の棺張れない、王母の石壁発動できない、手札と墓地のカードの効果発動できますけどね。あ、カルティシャうざいですね。カルテは結構うざい。まあ、こっちのターンでも融合してくるから。ちなみに魔法トラップカードとかももちろん発動できません。まあ、セットはできますね。わらびとかだとちょっと裏目みたいな感じだな。まあわらびでもコズミックブレイザーが強いですけどね。あ、ナチュールの春ができた、はい、神。あとはもうなんか脳死でとりあえずなんかでけえモンスターをなんか出して殴れば勝てるみたいな話あるんですよ、俺。もはや余計なことせんと殴れんじゃないかって説あるね。正直さ、カラミティがやばいっていうかさ、まあ、赤き竜がやばいっていう話はもうめっちゃあるんだけど、ちょっと黙れ、めっちゃあるんだけど、たださ、そうは言ってもちょっとさすがに簡単に出てきすぎかなっていうカラミティ君が、おししの方ではね、まあ、ちょっと大人の事情で赤き竜を謹慎せずにカラミティをぶち込まれて、まあ、ちょっとカラミティファンが泣いているという話あるんですけども、まあ、なんか、めんどくせえから展開するの、もう殴るわ。もちろんここからランク8とかできるんですけど、ちょっとめんどくさいから殴るわ。はい、はい、で4000バーンが入ります。これフレームウィングマンなんで実質4000バーンバーンってなって、でなんか適当になんか殴って、はい、勝ち。はい、サザース。遊戯王ってマジ簡単だな。カラミティマジでちょっとさ、おもろないみたいな話あるよね、正直。そういうことないですか。なんかさ、強い弱いとか対策できるできないとかいろいろあると思うんですけど、あとはなんか赤き竜の方が悪いとか、なんかそういういろんな意見、まあ遊戯王をやってるプレイヤーからのなんか本当にいろんな意見が出てきてるとは思うんですけど、これ本当に個人的な意見言わせてもらうと、おもんないなっていう。出してる時はめっちゃおもろいんだけど、出されるとマジでおもんないから、そこが問題だよね。まあ、いいモンスターだったんだけどね、なんか後手で出す分には結構。後手で出して、うわー、カラミティっていう動きをしてる分には可愛いモンスターだったんだけど、やっぱあれ、相手のターンで出してくるのちょっと違うくらい。それさ、想定された使い方じゃないっしょ、多分もともと。これはちょっと、ウーサが出てこないことを祈るけど、まあ、ちょっとウーサが出てきそうならガンマ打つしかないんだけど、まあ、基本的にはタービランスの効果にガンマ当てたらいいかなと思ってるんだけど、まあ、ちょっと相手の展開がどうなるか分かんないですね。さあ、レスキューを発動されて、エアホイスター、OK、いいだろう。エアホイスター、いいだろう。なんか割とそんなに反動強くなそうだな、相手。なんかエマージェンシーとか、その辺のカードがあんまり飛んでくる気配が。リンクリボー、はい、どうぞ。リンクリボー、どうぞ。あれかな、リトルナイトかなんかすんのかな、これは。エアホとリンクリで、あ、リトルナイトね、OK。ラッパ千代丸ちゃん出てきて、でラッパ千代丸ちゃんの、いる状態で、ああ、オッケーオッケー、了解。まあ、ちなみにずっとね、右クリック長押ししてオフにしてる、これ、超高等プレイングしてるんで、今、俺。はい、一生ボタンオフにしているんで、これで、オッケー、これタービランスの効果使ってくるでしょ、バーガって言って、頑張ってる。うるせえ、黙れ。あ、これちょっと、リトルナイトで飛んでも、効果無効にはなるんで、破壊はされないですけど、飛べは。飛べば破壊はされないけど、効果無効にはなるんで大丈夫です。はい。で、リトルナイト飛びました。まあでも、リトルナイトがね、来てもね、まあ、でもガンマンは健在ですよ。ガンマンはね、無限に強いです。てか、まあ、ホルスデッキに採用するガンマン、マジ強いからね。ガンマンを入れとく。ホルスデッキやったら。マジで。ウララとか G とか打ちたいタイミングめっちゃあるから、モンスターいない状態で。こっちのフィールド上に。だから、ガンマン入れるのは、マジで、一旦入れてから考えるレベルだと思うわ。でヘッドクォーターの効果によってめっちゃドローしてくる。で、これ、すびきのトラップとかあるんだよな。それがね、まあ、一番うっとうしいかなっていう気がするね。相手の。1伏せで、リトルナイトとターベランスが戻ってきて、了解しました。で、俺は飛ぶ。俺も飛ぶ。まあもうね、さすがにドライバー2枚は入ってないんでガンマは飛んでくらいんで安心してください。OITC で、ナチュルカメリアから行くしかねえから、ちょっとホルスギミックはちょっと通したいんで、ナチュルカメリアから行きますか。で、ホルスギミックを通したので、ナチュルカメリアでの、相手の様子見、まあ、ちなみに、リトルナイトは普通にうざいっす。ちなみにチナ、リトルナイトはまあまあうざいっす。ちなみにねはい、ちなみにで、まあ一旦王の棺打つしかないですね。さあ、王の棺打つしかない。で、これね、飛んでくるのがどこかによるんだよな、結構。結構どこで飛んでくるかによる。マジで。で、ハーピで、からの、ドゥアムテフ。まあ、多分、まあ、手札的にはまあまあ余裕あるんで、まあ、一応、まあ、全部落とせるっちゃ落とせるんだけど、多分これ。除外されるとめんどくさいな。これ、一旦リクルートしちゃった方がいいかな。まあ、一旦ドゥアムテフ、リトルナイトの妨害ちょっとうっとうしいなまあこれはチェーンオンラインで大丈夫で、で、これもチェーンオンラインで大丈夫で、いやーこれめんどくせえなー。3号あんのか。一応もう1体墓地落として特殊召喚さえできれば3号も抜けっけどな、これ。ただな、これでさ、カメリアンさ、普通にさ除外されるとうざいか。一旦12進行するか。ファイナルシグマを出せば、まあ、リトルナイトでは絶対に飛ばされなくはなるね。まあ、ファイナルシグマ出しに行って、これと、これかで、ファイナルシグマ出すでしょ。これでもうエクストラモンスターゾーンにファイナルシグマ出てるんで、残機カード以外の効果を受けませんので、まあ、残機超過以上打たれない限りは大丈夫で、ナチュルの春風で、手札おうちからナチュルを特殊召喚したいんだけど、なんかある？さあ、12シンクロしたいんだけど、なんかある？ 12 シンクロしたい。オッケー、これ耐えた。よし、これでもう一回12シンクロしてもいいらしい。よし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 、いいぞオッケー、リトルナイトあいつどこで使っていいか分からなかったぞ。一旦さ、4000で殴りに行くのまあまああると思うんだよね、これ。4000殴り伊豆あるだろ、これ。はい、よし、いけますな。おいいぞ召喚ムービーめっちゃあっていいな。12シンクロ、12シンクロめちゃくちゃ召喚ムービーあってるからテンション上がるわ。で、ファイナルシグマでファイナルアタック、よし。で、バカ殺して、で、これセントアガとかないよね。セントア対戦みたいなのないよね。だからこれでぶん殴ってタービュランス爆破。じゃ、その防ぐのなんですか？え、コンテイン、ああうざっ。これドローできる？あ、できねえか。ああ、3500突破できんかった。まあしょうがねえか。なるほどな。ではですね、まあ王の棺の効果を発動しましょう。手札を1枚墓地を送って、まだ特殊召喚できていない、ケベンセルフを出しまして、で、ケベンを墓地から特殊でランブル爆発させて、で、ランブル効果でカメリア蘇生で、12シンクロ、もちろんレッドドラゴン出して、レッドバーニングドラゴンを出してよし、これで分からせよう。これで分からせてやる。あ、違う、これ危ない危ない、オンにしだ。で、エンドフェーズ、ドローフェーズにぶちかまします。ドロフェぶちかましまーす。無限包容も打てないもんね、今ね。赤木龍の効果を発動。対象12シンクロモンスター。こんにちはーはい、こんにちはージャスターブランスの効果発動できません。ヘッドクォーターの戻す効果発動できません。まあ、一応だから、ファイナルシグマにぶん投げることはできますけど、はい。一回ターンスキップみたいなもんだ。はい、オッケー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 、よし、いいぞよし、いいぞよし、ターンもらったら、あとはもう、ホルスが無限に呼び上げてくるからな。もうターンもらった瞬間にね、レベル8がね、墓地からバカみたいにわらわら湧いてくるからね、ゴキブリのようにね。ホルスはね、1匹いたら4匹いると思った方がいいよ。ゴキブリは1匹いたら100匹いると思った方がいいよね。あ、強っ、めっちゃ強い、この反動。このハンドコストがね、まじで世界一。あとこれ無限包容かな、これわかんない。まあ、無限ホイールあっても別に出せはすんだけどね。とりあえずなんか脳死でとりあえず出すか。脳死出します。なんか光ってる。なんか光ってやがる。何かが光ってやがる。で、イムセティ落として、で、新生児効果によって、もう一発モルクリケットかなんかを持ってくればいいかな。ちなみにモルクリケットも、まあ、カメリアだから実質、こいつがカメリアなんで、はい。まあ、あんまりモルクリケット自身をね、なんかその使ってナチュラルベースを立てるっていうことは、ホルス引けてる場合はあんましないですけど、12進化するんで、ホルス引けてないときには、まあ、するかなっていう感じなんだけど、で、カメちゃんの効果使って、あとこれ、あれが2ビル来るか、一応。ちょっとなんかいろいろやってると、エクスティギュッシュ、なんでこれ。破壊？破壊か。なんか相手結構強いな、トップ。トップ、まあまあ強くて草なんだが。で、ナチュールの新生児送る。新生児効果。マサラオ効果。ドゥアムって復興。あ、これ逆か、これ。チェーン。じゃあマスラオって3枚になるよんだよな。逆やこれ。チェーンミスった。うわーミスったー。これチェーン逆や。まあ、あんまそんな対戦いけないか。でナチュラルの新生獣から持ってきた春風を使ってカメリアマジ可能してるんだこれ。これカメリア労働基準法違反だこれ。マジで。1、2、3、4。あ大丈夫だ5回目だこれ。これ5回目だった。神だったわ。これニベルケアできてたわ。なんか適当にやってたけどニベルケアできてたわ。クソ適当にやってたけどニベルケアできてた。はい。で、あとはなんかわらわらと分かってれば。こんにちは。はいどうもこんにちは。これ脅威すぎるだろこれ墓地からこれ毎回わらわらできてやばすぎ。このギミックバトルフェイズはい。対戦ありがとうございました。バーン貫通ボーンはいドーンさよなら。いややっぱホルスってなんかちょっとやっぱイカれてるね展開力。ホルスうわ王のそんなに棺来なくてもよくない？棺そんな来なくてもよくない？若ウーシーじゃん。お常駐無所じゃん。あれだよね初動めっちゃ減ってさだいぶ安定が落ちてんだよね。超事務所若うしなんか嬉しいな使ってる人見るとな、まあ、嬉しいのはさておいてさすがに強いか。でもこれやばいか岩投手やばいぞ。ちょっと待ってくれ落ち着こうぜ一回。ちょ何もねえんだ俺王の引き3枚とかいうゴミ派なんだけどしかもなんかナチュルの春風の方引いてっからなんかマジで意味ねえ。捨てていいのは強いのはほんと新生児だけで春風捨てても何もなんないんでやばい。ちょっとアルティメット展開が始まる可能性がある。普通に一旦3つもの展開のところまでいくか。まあ、サイフレームギアガンマン、まあそうですよね。まあ、何もないですもんね、今俺の手札。まあ、そこまではいきますよね。まあ、一旦バロネス君出してから、ここからなんか宇宙を想像してくるみたいなのができるですもんね、これ。はい。ロイヤルかっこいい。仲裁。いいな、ロイヤルバロネス。とりあえずさ、この勝負に勝ったらそのバロネスくれないか。俺が負けたらこの王の棺のどれか1枚あげるからさ頼むわ。まあレアリティは一緒だからいいだろう。バイク出てきた。バイクなんだ。ここなんかあれなんじゃないのやばいなんかホルス来た。待て超人武者ホルス確かにレベル2チューラーとレベル4チューラーを用意してるテーマだから、まあ、確かに相性はいい。何ソラデッキが存在しているのか。強くないこれ。待ってレベルこれ4と8で12じゃん。おやばいぞ。しかもなんかペンダルの障害が残ってるのこれまだ。おいちょっと待ってこれ宇宙想像される。赤き竜来た。赤き竜効果使ってラングブルー。うわでも先にホルスギミックで魔法トラップを墓地に送られちゃったら若牛とか起動できないとかあるよね一応。やばいなんかすごいこと起きてる。やばいレベル4中なめっちゃ用意できてるじゃんこのデッキ。おいやばいぞこれちょ世界終わった可能性あるぞこれ。ケベンセヌフも送られてでケベンセヌフ出てきてでさらにレベル12シンクロが爆誕させられてマスラ王が出てくる。やばすんぎで赤き竜効果マスラ王を対象にとってレベル12シンクロドラゴン族モンスターがなぜかシンクロ召喚扱いで出てくるコズミックブレイザーもロイヤルなの。お前強いな、引きロイヤルの。そのコズミックブレイザーにしてくんねえか。さっき俺バロネスって言ったけど、コズミックブレイザーの方くんないか。この勝負が負けたら俺は王の棺やるからよ。てかお前王の棺持ってんのかい。お前王の棺持ってんじゃねえかお前王の棺持ってんじゃないかーい。ハープ出てきたー。これやばっ。え、これで赤毛竜ってこと？いかれてるだろこれ。おい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 、やっていいことと悪いことあるだろこれ。これやっていいことと悪いことあるでしょこれ。うわ、雑魚すぎん手札。待って、ちょっとその前に俺の手札やばい。ちょ見て俺の手札これちょおもんないってもうそれ。まあ、おもんないもんこれ。おもんない。何出てくるんですか。レベル12シンクロモンスターですよね。レベル12シンクロモンスターですよね。出てきますよね。問題発生して、いやおもんないってこれ。これマジでおもんないの前に俺の手札終わってるって。何これは。マジで分からせてやるな。ガングセしてやるよ。ガングセしてやる。恐れおののけ恐れおののけ。さあ恐れおののけ、もしかしたらあれかもしんないぞ。激流走とかかもしんないぞ。マジで無効にされるけどなヤブヘビとかかもしんないぞ。ラミルスかもしんないぞ。聖なるバラの闇ラフォースかもしんないぞ。おいちょっとはビビりや。クセカードちょっとはビビりや。あったこいつ。